ドッキリグランプリのお話をしましょう。いやー、リアルに、あれね、もう放送されたから、裏話とかガンガン言っちゃっていいと思うんだけど、マジでドッキリって気づかなかったんよ。今までもドッキリかかってたけど、あれはマネージャーさんのグルだったんですよ。マジで。なんか、このアンがサナン来てるよ、みたいな。そのサナンに、心霊のちょっとそういう、 あのね、出るっていう噂のところに、一人で泊まってもらうよって言われたのね。泊まって検証してもらうよって言われたの。で、その、心霊系大丈夫だっけって言われて、えー、でもまあテレビだからちょっと頑張ろうかなと思って、あ、大丈夫です。とかで言って、お守りとお塩をちゃんと持っていきますねって言ってね。そう、泊まりの案件だったのよ、私。 えってなって。というか全部泊まりの準備もしてったのね。メイク落としを持ってったし、パジャマも持ってったし、こうやって、もうすっごい大荷物でこうやって、持ってって、で入って、したらなんか、ロケバスの方でさ、本当に番組のスタッフさんも嘘が上手すぎて、<laughs> マネージャーさんも行き先も教えてくれないし、でなんか、その番組のスタッフさんも、ディレクターさんも、こう、いろんなミッションがあったんだよ。 この裁縫道具を見てくださいとかここにたまった方の名前が書くところがあるので余裕があったら書いてくださいねとか色々いろいろあってで最後に日本人形とツーショットがあったんだけどそれのミッションやるってなった時にそこの館の家の方がこの人形だけはツーショットやめといた方がいいですねって言われてあじゃそれやばいやんってなってめっちゃもう私の心臓はバクバクなんだよえっ 待って、そんなところに私止まる絶対止まれないじゃん。怖すぎる、無理かもと思って。まあ、心臓のバクバク。本当にあのね、ドッキリグランプリのスタッフの皆さん、本当にすごい。ありがとう、あまされますよ。で、マネージャーさんも、サナ頑張ってね、みたいな。で、行く時に塩買ってもらって、あのー、なんかもう本当にいろんなとこに仕込んでったんですよ。ポッキーにも入れたし、幸せになれるお守りも買って、身に、もうまとって、こうやって。 入ったんですよ。で、うわーって鏡張り。もう見た通りのあの鏡張りみたいになってて、うわ、めっちゃ怖いやんと思って。で、なんか、すごいガタゴトガタゴトちょっと音するし、今思えば、そのマジックミラーで、ね、ピカンって光ってたのがマジで火の玉に見えて、やば、見ちゃったと思って。やば、火の玉が見えたと思って。<laughs> そしたら後から見たらマジックミラーがピカって光ってただけだったんですよ。あんな単純なものに。私は騙されて。で、すごい怖かったです。 でも最終的に、それこそ、チョコプラさんと、長谷川さんが出てきて、長谷川さん見た時のもう、安心感って言ったらもう、ね。あと、スタジオではそう、柴田さんが見てくださってたから、もうすごいね、エモかったね。あの後、普通に、マネージャーさんも、今から帰れますよって言われて、長谷川さんも、ああいう、さなちゃんの頑張りは、ファンの方も見てて、すごく頑張ってるなって思うから、本当に、お疲れ様、みたいな、長谷川さん言ってくださって、 もうめっちゃ優しいで、その後もなんか、愚痴は次のイコラブ愛の、あの、収録で聞くからね、みたいな。本当に感情ぐちゃぐちゃだったと思うけど、お疲れ様って長谷川さんがね、言ってくださって。マジ優しいじゃん、もう本当に。優しすぎて、もう、さすがに愚痴は全然ない。もうむしろ大喜びだから、こっちは。もういや、もう長谷川さんが、あえて脅かしてくれたおかげであんなぶっ飛びが見れたから、本当にありがたいですよね、ほんと。